はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日は、こちら、じゃじゃん！ギャラクシーロリポップ。これ何かと言いますと、キャンディーなんですよ。手作りキャンディー。でも、そんじょそこらのキャンディーとは違います。まあ、これ海外から買ったんですけれど、なんとこれ、飴10本入りで約1万円です。まあ、1本あたりで言うと約1000円です。超高級品です。すごいですよ。これ買ってよかったと思ってます。クオリティがやばいことになってますね。はい、ずらっと並べてみました。背景も宇宙っぽく黒にしてみました。まあこちらね、ギャラクシーロリポップっていうぐらいなので、ご覧の通りですね、これ惑星とか、なんだろう、これはね、全部まあ宇宙が描かれているんですね。これ一つ一つが宇宙みたいな、そんな感じかな。で、なんとですね、ちょっと輸送中にちょっとひび入っちゃってるやつとかあって、大事に輸送しろやってやつなんですけどね。1本1000円だからね、これお願いしますよ。じゃあ早速開けてみますか。これなんかいこうかな。はい、袋から出してみました。これすごいですね。裏側はこう黒っぽいというか茶色っぽいのかな。半分は透明でできてて、中に絵が描かれてる。はい、これまた綺麗ですね。何なのかはちょっと詳しくわかりませんが、なんて美しいんだろうか。これまた美しいですね。これ地球みたいな感じですね、これは。はい、これはなんか熱そうな惑星ですね。で、よく見るとこれクレーターみたいな、そういうちょっと影もあるので、細かいですよね。この2つは水の惑星みたいな感じですね。青っぽい。こちらの2つはちょっと輸送中にね、ひびが入ってしまったようですが、まあでもこれはこれで神秘的か。最後はこちら。これ綺麗なんですよ。やっぱ青いのが好きですね、僕は。こうやって揃えてみるとものすごい綺麗ですね。雨とは思えないですね。今動かしてるやつがなんか地球っぽいね。まあ土星っぽいやつも一個あって、あとは未知ですね。舐めるのもったいないんですけど、まあでもせっかく飴なんで舐めてみましょう。いただきます。1本1000円いただきます。甘いけど美味しい。まずね、海外特有のケミカルな味ではありません。これはちゃんと味もこだわってますね。なんかね、上品な味です。で、フルーティーというよりはなんかね、コーヒーとかキャラメルみたいな、そっち系の甘さですね。水飴みたいな、ね、ずっと舐めてても嫌にならない味ですね。はい、今日舐めてみたギャラクシーロリポップ、見た目はもちろん味も美味しい。まあ自分で買うというよりは高級品なので、人へのプレゼントにいいんじゃないかなと。宇宙好きの方はこれチェックしてみてください。これといって特に決めてはいないんですが、ちょうどクリスマスイブですね、12月24日が、結婚記念日になるので、まあちょっとどっか出かけてね、おしゃれなところで食事ぐらいしたいなとは思っています。まあちょっとした旅行とか行ってもいいかななんて思ったりもしますね。まあ最近までね、イベントとかでかなりバタバタした日々を過ごしてきたので、まあたまにはね、ゆっくりする時あってもいいのかなと思っています。皆さん今年のクリスマスどう過ごす予定ですか？いいクリスマスになることを祈っております。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time! Just do it now, do it now, 変わりはいない。この身一つで覆してみせる。